お送りしてきました津田みなみのラジオモモキュン騒動、今夜の冒険もおしまいの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからアニメやラジオの感想、ふつおた、そして各コーナー宛てのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でmomo@obc1314.com です。そして早くも第14回15回のゲストが決定しております。ゲストは演技役高橋千秋さんです。やったー、鬼側が来るぞー、うわー仲間がそうなんですよ、なかなか仲間が来なかったんですけれども。あー、そうかー、はい、嬉しいです。ということで第12回目の放送いかがでしたでしょうか。すごい楽しかったー、嬉しいです。私はちょっとへこみましたが、でも美味しい桃もあって、そうだねなんか、あと告知が面白かったやっててよかったです。だってなかなかさ、うん、おじいちゃんおばあちゃんの役とかってできないじゃん。ないですからね。ねえ、うん、なんかいつもあのコーナーはちょっとみんながフリーになっていくコーナーなので、うん、はい、ぜひね、あの再来週は千秋さんが来ますけれども、加藤さん、エミリさんには来週の放送にもお付き合いいただきますので、はい、はい、ぜひとも来週もフリーダムに楽しんでいただければと思います。それでは今週はこの辺でお別れです。お相手はテレビアニメモモキュン騒動鬼姫役の津田みなみと、そしてゲストの東鉄役の加藤エミリでした。バイバーイ。この番組はきびだんごプロジェクトの提供でお送りいたしました。